今回はキックボクサーのパンちゃんリナさんをご紹介します。リナさんは大阪府豊中市出身で1994年3月17日生まれです。身長165センチ、体重48キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 A から B カップと思われます。リナさんは若月千夏さんにやや似た雰囲気も感じられる、可愛いと綺麗のミックスされたような顔立ちが特徴の美女アスリートです。ドラゴンボールのパンちゃんに似ていることからパンちゃんと命名されたとあって、はっきりとした凛々しい瞳がチャームポイントですね。試合用にきつめのメイクをすることもありますが、可愛らしい今時の女の子のようなスタイルが多く、ショートヘアに編み込みを入れることもあるなど、おしゃれ度も高めで、ファッションや雰囲気などトータルで女子力高めのルックスに一目惚れした方も多いと思います。そのルックスとスレンダーなスタイルから、ヤングアニマルなどのグラビアにも登場し、ビキニ姿を見せてくれています。リナさんは引き締まったボディの中で、小ぶりながらも柔らかさや隙を感じさせるセクシーなヒップがとても魅力的です。2022年には虹色パンちゃんという写真集をリリース。ここではビキニ姿以外に OL 風のタイトスカートやウェディングドレス風のセクシーコスチュームなどにも挑戦し、可愛いだけでなく大人っぽい色気にあふれた姿も見られおすすめです。リナさんは自身の YouTube でも水着姿やビキニタイプのトレーニングウェアでの練習風景なども公開しており、露出度高めなので興味のある方はこの機会にチェックしてみてください。またリナさんは美容には手間とお金をかけていて、一説にはバストトップ用のケアクリームも使用するほどだそうです。人気格闘イベントのブレイキングダウンにも登場し、解説にも挑戦。ある時には名前をパンちゃんレナと何度も間違われたことに、キレ気味で私パンちゃんリナなんですよと押し返すシーンもあり、勝ち気な性格と見た目にギャップ萌えした方もいたのではないでしょうか。そんなリナさんは中学のマラソン大会で3年間記録を塗り替え続けたことから、中3の9月に陸上部に転籍したという運動神経抜群のエピソードを持っています。高校でも陸上に力を注ぎますが、オーバーワークによる疲労骨折の影響から陸上を断念し、21歳で一念発起してキックボクシングを始めたそうです。持ち前のフィジカルを生かした積極的なファイトで、アマチュアでは12戦11勝を挙げ、2019年にプロデビュー。プロ転向以降も勢いは止まらず、あのライジンにも参戦、初代ノックアウトブラック女子ミニマム級王者を獲得するなど大躍進を見せました。一時は前十字靭帯断裂の影響からリングを離れましたが、2023年にブレイキングダウン、ノックアウト2023で復帰したパンちゃんリナさんをこれからも応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。